ございます。福岡市議会議員の糸目正樹でございます。いつも私の YouTube チャンネルご視聴いただいてありがとうございます。今日は、4回目の、琵琶湖に出演のため今大津石山のユーストンのスタジオに向かっている途中でございます。ここは信楽町の木の瀬でございます。さっきだいぶちょっと晴れてきましたけど霧がすごかったんですごい幻想的な景色でございました。今日10月19日の水曜日ですが、現在7時15分、今からユーストンのスタジオ向かってますが、今日のビアモニで、一人一つずつテーマは何か持ってきてくれということで、先日 の六甲用サミットについて、私は情報、テーマ、ネタを出させていただきました。この六甲用サミット、非常に価値の高いこの信楽焼というものを、ビアモニを通じて、発信していきたいなと思ってます。なかなかどもりそうで舌噛みそうで、心配ではありますけれども、精一杯発信をしていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんご視聴ください。それでは今日も頑張っていきます。さよなら。